大丈夫？暗い。こんばんは。おいっす。こんばんは。 A でカープ日本シリーズ進出おめでとう。ほんまに音出さないでもらっていいですか？やばくない？すごいよね、3連勝かな。で見てましたよ、途中移動中とかに見てました。今日は4人でプロモーションって言って、まあラジオとかいろいろ回ったりさせていただいて、で明日マミに握手会があるので、そのまま4人は名古屋に泊まってるのでホテルです。いえ、掃除券さ、あれもあるけ、何、公開ラジオ録音のラジオもあるから、まあ2泊します。はい、明日はタワーレコード名古屋パルコ店さんだと思う。一人部屋だよ、一人部屋だよ。握手しに行く、待ってます。そういう、明日何時に配信するか分からん。でも今日じゃけ朝早いって言っとったやん、昨日から。朝みんな多分5時半ぐらいに起きたかな。今日眠たい。今愛知にいます。そう、でも1個テレビで「ゴゴスマ」さんに生で出させていただきました。寝坊せんかった、グッジョブ、大丈夫っす。そうだから、でも本当にね、たくさんどんぐらいいったんだろう。でもいっぱい撮ったので録音したりしたので、そう、楽しみにしててください。いっぱい撮ったから。あのね、お昼ご飯は山本屋さんに行って味噌煮込みうどんを食べて、で夜ご飯は手羽先がめっちゃ美味しかった。手羽先とか、何食べたっけ、あとゲソの唐揚げが美味しかったんですけど、まあ手羽先屋さんみたいなところかな、違うかな、まあ分かんないけど。そうで、でもこれからまだ明日明後日と愛知にいるので、何食べたいっていっぱい聞かれるんですけど、そう、今は味噌カツが食べたいって言ってます。でももう一回手羽先が食べたいです。めっちゃ味濃くって、なんだ、塩コショウ、コショウの味すごいあって、でもめっちゃ美味しかったから。でもひつまぶしこの前食べたんだよね。あんかけスーパーのお店あったんよ、ほんまに。あったあった。そうやけん、あーこれ知ってるって通った時言った。定期で帰ってきて28、また名古屋でしょ。うん、自白だもんね。そうだと思います。いっぱい行きますね。いっぱい寝坊しちゃいけない日がありまして、大変ですね。寝坊しないように、明日も寝坊しないように頑張ります。今日前髪いい感じ、本当ですか？でもさ、めっちゃ綺麗じゃない、見て、動かん、巻いてます。はい、確かに前髪ちょっと揃ってる風に見えるね。預金号です、乱れない、乱さない前髪、固めてます。家の光よりいい感じ、本当？家の光白飛びしちゃうからね。
スプレーそこまで使った記憶ないんだけどね。今日はワンピースに厚底ですか。まあいつもそんな感じですね。スキンゴです。あざす。スキンゴ。あ、ていうかあれじゃない、リサたちのさラジオ始まるかな。ケープよりすごいのあるんでしょ。あ、らしいね。なんかヘアさん持ってて、よくなんかケープがいい、それともケープより上がいいって聞かれるけど、なんかいつもその日の気分で決めてるけど、よくわかんない。ののちゃんも一緒にいますよ。ねえ、カープこの調子で今年は日本一になるので、この調子でぐんぐんとぐんぐんと登っていきたいと思います。応援私も頑張ります。今日もずっとね見たくてしょうがなくてね。でもやっぱさ途中見れないじゃんか。でも見てたよ。ドゥさん初見ありがとうございます。みんな元気ですよ。タワーありがとうございます。ノブさんスクショしたいけど、スクショしたらさうるさいってみんな言うから、後でメモっときます。ノブさん日本タワーありがとうございます。ノブさん名古屋でもありがとうございます。名古屋からの配信です。名古屋愛知わかんない、まあ、そこら辺からの配信です。すーちゃん初見ありがとうございます。もう M ばっかじゃんマジ、みんなスクショしていいよって。耳に悪いからやめとく。もざってきたマジで。やっぱダメかな Wi-Fi が。頑張ってとりあえず。アンの足見せたいの。じゃあ見せたいじゃないよ、見せたいじゃないよ、見えちゃう。ガシャってやりません。ちょいもざ、ちょいつら、つらじゃん。やっと CG 届いた。いい子いい子。 Wi-Fi 弱いのかな、わかんないです。弱いかもしれない。いやでもホテルの Wi-Fi 強い時もねあるんですけどね、わかんない。そう明日握手会、愛知のパルコで。泣いてるように見える。泣いてないですよ、電気かね。メグさん出た、やった。画面がモザモザ、時々モザるけど大丈夫、許してください。ワンチュー、あ TikTok 上げてない。つけないままで Love you 好きよ。チュチュミチュチュミベイ、チュチュミチュチュミベイ。ちょっと待って誰このフォンナンバー Oh no、 チュチュミチュチュミベイ。許すからドンリミロンリケチケチケチュ。3カ所のメンバーどうやって決めたの。え、わかんない、スタッフさんが決めたから。動画の振りね撮ってない、カップリングまだ撮ってない。そしたらモーメントを載せる、モーメントに追加する。暗くなる、頑張って。明日も夜、明日も夜配信です。握手前配信じゃないです、夜です。今日でも下からアングルだからちょっとダメ、やっぱ上からがいいっすわ。ほら上からがいいっすよ、ほらほらほら。でも上からだと手が疲れるんですよね、だから下にします。
ツイッター始めたアナちゃんフォローして、ありがとうございます。いっぱいフォローして、みんないいねして。うつ伏せ配信せんよそんなこと。りーちゃんにね、元気ってね LINE しとったよさっきまで。元気言うて、下に会いたいよって来たけ、かわいいねって言ってた。任せろりー。でもね、今日のね4人もねめっちゃ笑ってたの。いっぱいなんかもう、でも何で笑ったか覚えてないけど、とりあえずいっぱい笑ったかな。笑い疲れした。ショコ配信してたよ。あ、そうなんだ。ツイッター書いてたね、そういえば。今日やけんさ、あんまりツイッターとか更新できんかった。ありがとうのりた、初見ももかちゃん、ありがとうございます。うん、今日もすごい元気だった。そうなんですよ、良い子の浜口さんにお会いしました。たまたま、でもイコーラブですって言ったら覚えてくださってて、ああ最初 MC あれしたよねって。3人寝た、わかんない。リプ読んだよ。お疲れ様。朝のつぶやき気に入ってる。いやだから一日に、まあ、3個ぐらいはつぶやきたいなって思ってて、まあ、朝昼晩じゃないけど、けどなんか、うん、そう万博でもお会いしたけど、でもな、一番なんだろう、お話っていうか、まあ、絡みが多かったのはやっぱそのやっぱ MC さんの時だから。そう、最近ファンになりました、ありがとうございます。ヘイトラケンさん、ちょっと英語が苦手なもんで、だもんで。今日も見に来た、ありがとう。ラブ様会ってない、ラブ様会いたい。明日ハロウィン買うね。ハロウィン生地震ですか。あんちゃんのショールームのためにためになるため。日本シリーズ進出、イエイ。東京帰ってジム頑張って。ポポちゃんカープ買った。浜口さんすごい優しかった。浜口さんの方から写真撮るって言ってくださいました。そう、あと今日何したっけな、もう今日ね覚えてない。今日何したっけ、覚えてません。特にいろんなこと、いろんな、でもいっぱいお話はしてきた。一日中いろんなお話をした。やっぱホースシングルについてとか、最近のイコラブについてとか、いろいろお話ししたので楽しみにしててください。今日はね、何時に来たんだろう、9時台とかかな、10時台9時台とかに来ました、名古屋に。寝てないですよ。楽しみにしててください。そう、でも本当にいろんなラジオ行かせていただいて、しかもなんか初めましてじゃなくて、他のメンバーが行っててサードの時とかセカンドの時に、そうで、お久しぶりですみたいな感じでしたね。はい、リサたち大阪に行ってないよ。だってリサ今日あれじゃん、リサとハナとサナ3人あれですよね、ラジオだから今日夜東京で。クラスの子に配ったの、嬉しい、一人増えたって。何時までしますか。でもちょっと今日はそんなに長くはしないかも、寝ちゃいそうだから。みずきちゃん
元気だよアンナ。ラジオ何時からですか？でもお風呂入ったりしなきゃいけないからな。でも今日すぐ寝れそうだ。寝配信。まあ、眠いか眠くないかどっちかで言ったら眠い正直。けど全然大丈夫です。別にこうやって座って喋るぐらいなんてことないしさ。23時からなんだ。え、もうちょっとじゃん。え、あと3分で始まるやん。やばいじゃん。30秒目つぶったら多分ね寝ちゃうからバンされるからダメです。もんちゅもんちゅいっぱい聞いてください。でもんちゅもんちゅの見どころとかもいっぱいお話ししたはず。疲れてないよ。え、あと7分あんの？うっそ、この時計がじゃあ間違ってんだ。ホテルの時計が。え、時差？東京と名古屋の時差？だって今58分や。でも CG まだ聞いてない小声ダメ。聞いてください。マジ時差じゃん今東京と名古屋の。大阪なんだけど53分、時差ですね。やっぱ日本の中に時差が存在するなんて大変だ。本気で言ってませんなんで本気で言ってないから。え、本気みたいな、結構本気のコメントが多いからちょっとやめてください。100万回再生目指しましょう。一人部屋ですよ。広島パスポートいらん。アンナならヒロニャン嬉しい。今日から仲間さん。ちなみにどこが日本の基準値か知ってる？あ、知ってる知ってる。答えちゃっていい？当てちゃうよ。赤い獅子、赤獅子かどっちか、そういう名前のところ。天才。はい、四国はパスポートいるん？じゃあ持っていけな。マユビームさんはみんな一人部屋だよ。赤獅子じゃん。そうそう合ってるじゃん。いえ、何県？赤獅子は何県だっけ。兵庫県かな多分。そこらへん結構天才かも。いえ、当たり兵庫県正解。やばい、結構すごいやん。やるやん。みんなこのレベルですっごい褒めてくれる。優しいっていうぐらいアンナのことを低レベルだと思っているということでしょう。大阪県とか言ってる人とは私違います。ちゃんと私はあの都道府県ですよ。いと京都、京都府か、京都府か、大阪府とか北海道道東京都、都は東京だけ。なんちゃら都ってあるっけ。うん、なんちゃらとってあるっけ。わかんない。統計何度、あ、さっき15度って来てた気がする。東京都、四国言えるやん。香川、高知、香川、高知、香川、高知、
愛媛、徳島、違う？ピンポーン、ピンポーン。やべえ、私結構やるじゃん。常識じゃ、常識、常識、常識、わかる。結構できちゃう。合うてるかな。せやろ、九州ですか？九州何個ありますか？沖縄があって、まあ、福岡でしょ、長崎でしょ、佐賀でしょ、熊本でしょ、大分でしょ、あとなんだ、福岡、熊本、大分、佐賀、うん、いや沖縄は違うのは分かってるよ。まあ九州、沖縄みたいな、あと何だ、あとどこだろう、熊本、み、あ、宮崎とか、うん、鹿児島、あとゆきりんさんの出身地っていうコメントで鹿児島が思い浮かんだ。え、熊本は言ったよ。そんぐらいじゃ結構言えちゃうね、私ね。すごいね。ゆきりんさん熊本、長崎でしょ、わかるよ、言えた、全部言えた、すごい天才。北から順番に言うんじゃない、北、北海道、青森、岩手、宮城、福島、山形とか、あと石川県、新潟県、そこら辺難しいですよね、滋賀とかね。47言うのは結構難易度高めですね。確かに、でも47の素敵な街を覚えるといいか。栃木、茨城、群馬、千葉、埼玉、東京、和歌山、大阪、兵庫、奈良、京都とか、うん、でもそうだよ、いっぱい今からイベントで回って覚えていく。いいね、仙台とか、仙台は何？宮城？とかね、確かに。秋田県、まああと愛知とか、今いる愛知とか、三重県、岐阜県とかね、なんかいっぱい、富山県、富山県と、あ、富士山は、あ、静岡とどっかこの、もう結構あれですね、言えた、いつもより言えてますね。中国地方はもちろんね、アンが広島出身じゃけ言えるよ。でもちょっと鳥取と島根って難しいですよね。あ、山梨県ね、稲妻六富士は滋賀県、あ、福井県、確かに、新潟、石川は行った、奈良県も行った。ワインが有名、分かんない、分かんない。茨城はでもいおりさんの実家、実家、地元だからね。
確かに海なし県、あ、なんか東京海あるらしいですよ。なんかこの前イコラブのメンバーみんなでそれのことについて喋ってた。あとなんだろう、わかんない。あ、そうそう、東京湾あるでしょって言ってた。そうそうそう。え、お台場ってあれ海なんですか？あ、そっか、海か。そうよね、海よね、あるじゃんね。あれ東京湾ですかね。日本広いですね。でも世界はもっと広いですから、世界を見ましょう。海なしどこ？海ないけん、一個しかないん。海なし？どこだろう。海なし？わかんない。あ、結構あるんだ。じゃあダメだ。え、あれかな、あの、さあカープさ出るじゃん、日本でさ、日本シリーズさ、どこが戦うかな。リサのさ喧嘩、花の喧嘩、どっちがと戦うかな。ホークス、リサ、リサなんや。花じゃないってコメントもある。わかんないね。じゃあまだわかんないってこと。どっちのコメントもあるわ。え、でもさ、あれだよね、だ確かさ、日本シリーズってさ、前回パリーグの方が8試合するんですよね。あれって8試合だっけ、7試合かいね。で、なんか前回セリーグが何、そのホームが1個多かったから、今年パリーグが1個ホーム多いんでしたっけ。違いますか。なんかってなってた気がする。7試合中だから4試合パリーグの方のホームで4勝先にした方が勝ちですよね、多分。ってことはさ、さ、花の方が勝ってくれたらさ、ワンチャン見に行けるよね。合ってるって、やったってなったらさ、松田ではさ、まあ、3試合は3試合するじゃん、多分3試合ぐらいするでしょ。ってなったらさ、ね、2-3-2で交代するだよね。だったら埼玉の方が確かに、花が勝てば見に行けるかも。所沢行きたい、めっちゃ行きたいね。観戦するなら西武ですよね、西武ドーム。え、めっちゃ行きたい。どっちが勝つんでしょうか。行きたい、もう一人でも行きたいやん。だって、あ、でもメンバー花と行けばいいのか。対戦、花が勝つわけではない、リサが勝つんやメンバー内で言えば。え、所沢って遠いの？西武ドーム。でもアンカープのためなら行っちゃうよ。そっか、でもチケット取るの難しいよね。確かに。でも絶対もう松田も売り切れだよ、絶対ないよね。うん、多分ね、野球についてきてくれるのは初個ぐらいだな、イコラブで。
ついてきてくれるって言っても応援してるとこが違うけど。ナイターだと終電ないぞ。ツラミンゴフラミンゴじゃん。行きたかったなあ。カープが優勝した日にさ、広島行ったことないんだよね。だから次日本シリーズでさあ戦って日本一になった時にさあ広島のお祝いムードを感じたかったな。不便なんや。そうなんや。てか東京さ寒かったのにね、愛知に来てすごいね暑かった。途中寒かったけど、なんかみんな結構モコモコしたの着とって、でもなんか暑いわって言ってた。そしかつさん初めてありがとうございますね。チケットの倍率絶対やばいですよね。わかる。ドームなのにエアコンがない。西武ドーム、そうよね、ドームっていうもんね。でもカープはドームじゃないから寒いかも。夜だ、ナイターだったら寒いですね。でもやっぱ私はマツダスタジアムが大好きなので、あの空気感といいね、全てが大好きなのでね。そう、まあ西武ドームも野外、まあ空いてんのか。もう冬になりますね。もう冬に近いですね。聞いてください、今日はタピオカ飲みませんでした、褒めてください。まあ普通にいろんなの食べたけどね。市民球場行ったことないかもしれない。でもサンフレッチェがね勝ってほしいよね。1位になってほしいね。でもね、なんか今日しかもなんか衣装で味噌煮込みうどん食べに行ったんですよ。お仕事の合間だったから、いろんなラジオとかコメント収録の合間だったから、で上着着てもうここまで締めて、みんなでなんかみんなで同じパーカー今用意してもらってて、なんかそれを着てもう絶対に汚さないでって言われて、でもなんか膝にもすごいいっぱいちゃんとタオルみたいなのもかけて、もうすっごいヒヤヒヤしながら食べました。そう、グレーの、あ、アン、あ違うわ、誰かの写真、あ、瞳の写真がのんののツイッターに上がってたやつ。そう、パーカーは汚れてもまあいいんですよ。汚すなと言われたら汚す。いや違う、マジで笑えん。マジで味噌煮込みうどん飛ばしたら笑えませんから。え、瞳はね、あ、黒のパーカー着てた。なんかあれはなんか前福岡のプロモーションの時になんか福岡メンバーがなんか寒かってなんか買ってもらったらしくって、そう、その福岡メンバーがいた時に、でその後にグレーパーカーがあのなったから、そう、黒パーカーもあるんですけど、まあ普通にアンラはグレーパーカー着てます。そう、でもみんな分あります。俺ら さっきしょこちゃんもそのパーカーの話してた。なんかね、パーカー着るとね安心します。衣装洗濯しますよ。私たちも衣装汚したら怒られますよ、もちろん。怒られるっていうか焦るよね。この前551食べてたらあのマスタードをつけました、衣装に。そう、でももうすぐマネージャーさんにあの洗っていただき無事に取れましたね。ごめんなさい。そう551な。
違うよ、なんかその時になんだっけ、551食べてて、なんかマスタードがあって、でなんか瞳とかがみんなつけてて、なんかめっちゃ辛いって言ってて、アンにもつけてって言ってなんかつけてもらったんよね、ちょっと。でそしたらなんかめっちゃ大量につけられて、メンバーに。でなんかそれを食べてって言われて、食べたらマジで辛すぎて、なんかえ辛いみたいなやっちゃった時に、なんかちょっとあのポトって落ちて、あのここの袖だったかな、どっか黄色に、もう綺麗な黄色に、まあそんなにちょっとだけど、まあ、ちょっとからし色に染めちゃってね。ですぐにまあ洗ってもらって落ちたんですけど、その後少しの間冷たかった衣装が、でも落ちてよかったですっていうね、っていうのをありましたね。でも今日はこぼさんかった。しかもね、ちゃんとね、アンはね、いつもねお弁当食べる時でも、ね、一番ね、マジでね、ちゃんとね、マジで自分で言うけど、マジで一番あの上着ちゃんと着て食べてんので、メンバーにもね、上着着てとかってめっちゃ言うんですけど、そんな時は、しかもその時よだれかけしてたんですよ。なのによだれかけじゃないところに飛んじゃって、ごめんなさいってなりました。はい、いや握手会でよく見てはもう分かんないよ。そう、一番よくこぼす人は、あの斉藤渚さんがリップクリームなどのピンクとか赤をつけます。よだれかけ、ね、HKT さんラルムの雑誌ですよね。ね、ラルムはめっちゃ好きです。アミティさん、ショールームみんなしてるね。ヒコラブは今あんだっけ。まあでもリサとかサナとかあれだもんね、しっかりしてると思ったのに。ねえやめて、これだけで決めつけないで。違うから、マスタード1回だけ。でーす。って感じで、今日はそろそろ終わろうかな。皆さん明日は、あ、テロップ書けばよかった。明日名古屋で握手会なので遊びに来てください。パルコです。名古屋のパルコで握手会なので。ダメな子なのね。やだ、ダメな子じゃない、それは嫌。ハニーマスタード美味しいよね。タピオカ、明日タピオカ飲みたいって言ってるんだよね。飲めたらいいな。大阪には違う4人が行きますので、東京にはサナとキアラとナータンで、大阪にはリサとミリニャとショウコとハナで、名古屋はひとみとイオリとノンノとアンの4人です。ということで、透明班だっけ、透明班っていうんだっけな、で分かれて一斉にね握手会っていうことで、なんかいいですよね。なんか違う地方でみんなが一斉にやってっていう、なんかいいなって思います。はい、あは名古屋面なので4人名古屋でやらせていただくので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。まだ当日券あるんじゃない、多分。山本彩花さんに会いに行けるはず。いいな、いいな、いいな。明日元気にお待ちしてます。今からもうすぐお風呂に入って寝たら
多分元気になるので、いや今も元気なんですけど、ちょっともうね寝ますね。おやすみなさい。ちなみにあの瞳が隣でガチ寝してます。全然びくともしません。多分もうよりとのんのも寝てます。えもうすぐえもう無理寝るって言ってたから、多分のんのは寝る、もうとりあえず寝るって言ってたから寝てるし、どうだろうね、よりもよのも寝てるかな、わかんない。でもなんかひとみさんは一人部屋なんですけど来てます。はい寝てます。はい、いおりとの、うん、みんな一人部屋、かわいいひとみ、バブちゃん、赤ちゃん、違う、ショールームする前に喋ってたの二人で、あんなショールームするねって言って、うんって言って寝てた。違うよ、なんかノーノがね、さっきねホテルでね、ちょっとわざとね、ねえねえお化け出るかもよとかって言ったんですよ。じゃけんね、なんでそういうこと言うのって言ってた。バブミンです。って感じで終わりたいと思います。終わります。明日何時に起きるんだろう、明日、うーん、でもそんな早くないかな、7時の後半ぐらいに起きるかな、わかんない、起きれるように頑張る。でも一番そういう時間に起きるの苦手なんですよね。なんかだったら4時台5時台に起きるの方が結構得意なんですよね。なんかなんでだろうね、なんかあんまり9時とか8時とか9時とかに起きるってのが苦手なんです。なんでだろう、なんか二度寝しちゃう時間がね、そう中途半端な時間がダメだったらめっちゃ朝早い方が起きれる。だから明日ね、寝坊しないように頑張ります。まだ全然何時に起きるか分かんないけど、言うて明日は別に本当に7時台なのでまあ大丈夫です、普通に、うん、とか言って。でも今からお風呂入ったりして結局寝るのがね遅いんだよね。さっさと寝るね。でも今日はね寝るよ。明日朝配信しない、夜配信するきっと。でも朝時間があったら、準備が早く終わったら朝配信しようかな、わかんないけど、しないかな、それはアナの準備の出来次第ですね。暇になったらショールームしようと思っちゃうから、わかんないけど気分です。とりあえずお風呂入ろう。伸ばすね、どっちやねんまあでもなんかこんなに名古屋に2泊もするのは初ぐらいかもしれないからね、名古屋を楽しみたいと思います。寝ますね。13位エンドアさん、12位中町さん、11位スケサブローさん、10位ニゴさん、9位セイタ、8位サスライさん、7位レグルスさん、6位なんちゃらおじさんさん、5位いとこんさん、4位しげっち、3位ゴーンさん、
2大阪さん、1のぶさんです。ありがとうございます。でもね、現在はあの花とさなとりーちゃんが3人がお仕事頑張ってると思うので応援してください。その中私がショールームやってごめんなさい。見てくれてありがとうございました。ランダム5人いきますね。1人目たかしさん、2人目あおちゃん、3人目ゆっちさん、4人目 KEINKEINTH さん、ラスト5人目もうりさんです。ありがとうございました。じゃあ終わります。じゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけん、ほいグーです。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。 See you next time. バイバイ。 See you. バイバイ。おやすみなさい。5000人以上ありがとうございました。明日来てくれる方よろしくお願いします。楽しみましょう。テンション高い4人がお待ちしてます。バイバーイ。